今回は味噌カルボナーラ、前回作った肉味噌で和風にアレンジしました。これはめぞ。最初にベーコンを一口サイズにカットしていきます。ニンニクを半分に切り、ニンニクの芽を切ってニンニクをみじん切りにしていきます。ボウルに生クリーム 50cc、 パルメザンチーズ 15g、 卵黄1個、黒胡椒を適量入れてソースを作っていきます。お湯に対して 1% の塩を入れて、茹で時間通りにパスタを入れていきます。フライパンにオリーブオイルとニンニクを入れて火をつけていきます。弱火でニンニクの香りが出てきたらベーコンを入れていきます。ベーコンに色がついたら味噌を 20g 入れて炒めていきます。味噌が溶けたら一度火を止めます。パスタが茹で上がったらザルでお湯を切ってフライパンに入れていきます。先ほど合わせたソースもフライパンに入れてよく和えていきます。ここでフライパンが熱いと分離してしまうので気をつけてください。ここで一度味見をして、薄ければ塩を少し入れてください。器に盛り付けて、最後にブラックペッパーをかけたら完成です。味噌カルボナーラ完成です。